その献身は主のために。主君の目を奪った男は一心不乱に忠義を尽くす。それが罪滅ぼしであると信じて。これは奥州のとある主従の物語。中金の果てに片倉小十郎が残すものとは。主従の書。私の右目をえぐれ。カジラ、道次郎政宗、心置きなく初陣を飾れるわ。行くぞ小十郎。承知いたしました政宗様。織田信長が上洛し、中央で派を唱えていた頃、奥州で一人の若者が元服した。伊達藤次郎政宗、南奥羽を治めていた伊達輝宗の嫡男である。輝宗は陸奥の覇権をめぐり相馬氏とたびたび激突、一進一退の攻防を繰り広げていた。やがて輝宗は相馬を撃滅すべく出陣、政宗とその側近となった片倉小十郎を従軍させる。伊達政宗初陣、独眼流の快進撃はここから始まった。主従の将、政宗初陣。地の小十郎参ります。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。遅れを取るな小十郎。
カレーマ城を奪還する。伊達の強さを思い知らせてやるのじゃ。この戦は政宗様の初陣でございます。もう少し肩の力をお抜きくださいませ。あれが伊達の跡取りか。お手並み拝見といくぜ。まずは周辺の砦の攻略、敵の士気を下げつつ城に迫りましょう。伊達家当主輝宗さん、そして政宗さん、お二方が撃たれては伊達は滅亡でございます。相馬相手に手こずってはならん。邪魔する者は即刻切り捨てよ。いざ戦わん。取りましてございます。我がこうにしてくれるわ。ございません。迂回して中央砦に向かいましょう。開門。砦を落としやがったか。なるほど、戦の腕は確かだな。しかし面倒なことこの上ね。あいつには報酬弾んでもらわねえとな。中央砦は守備の要のようでございます。たやすくは落としかねるか。ここは砦を守る将を外におびき寄せました。その隙に伊達の忍び黒羽巻組を砦の中へ。ここは通さぬぞ。
巡り会えた。拠点は援軍を呼び込むのに好都合かと。敵より強奪すべきでございます。何？鉄砲隊が現れおったぞ。そうまめ。いつの間にかほどの装備を。驚く暇が終わりでしたか。殲滅を。被害が拡大してしまいますよ。存分に初陣の功を立てよ。わしは中央砦に控え、お前のご詰めをしよう。父上、必ず期待に応えてみせましょうぞ。皆の者、城に向けて進軍じゃ。せい、救援来う。わしの未来、こんなところではついえる。少し食べさせてもらうぜ。よし、この間ぜ、雑賀衆の火薬の威力を見せてやるんだ。殿、火薬で雪崩でござる。崖が雪で埋まり、対岸より敵が進軍中。雪崩を起こして道を作るとは、奴らの狙いはわしか。この砦は要所、守りきる。父上の身が危ない。
く余裕が終わりでした。急ぎ救援を。ヘルムネ様が撃たれては終わりでございます。ようやった孫一、この勢いに乗りヘルムネを撃ち取れ。ここで増援か。相馬もなかなかやりよるわ。この初陣に親が足を引っ張るわけにはいかぬ。敵将撃ち取ったり剣をつかむ。相馬に味方する者は存外多い。伊達に逆らう愚を教えてやらねば。まさむねさん、さあ、お加減は大丈夫でございます。目の話か。すこぶる良い。生まれ変わった気分よ。あの右目を敵につかまれたら戦いどころではなかったわ。まさむねさん、素晴らしき戦果よ。父上、ご無事で何より。まさむね、もうわしはいつ隠居しても安心じゃ。さあ、若き竜よ、城を落としてまいれ。天下主なり。金山城の門は固く閉ざされておるが、小十郎、いかにする。政宗様のお継ぐは飾りでございますか。仕方ありません。策をお立ていたしましょう。門が開かんなら開けさせるまで。ヘルムネ様を語り、相馬をおびき出しましょう。政宗様に対してなんと無礼な。やはりわしはあのメガネを好きにはなれん。応酬をすれるは伊達よ。歯向かう者はことごとく撃つ。くっ、無念じゃ。これは見事なお手並み。出陣の時、当主ヘルムネを討ち取ってくれる。ケズ、バイラン。お許しください。手伝ってくれる。伊達テルムネ、ここにあり。撃つなら我を撃て。剣をつかむ。さあ、かかってこい。撃ち取ったり。
この武勇あやかりたい。バカめ、天を行く竜を阻めるものか。尋常に勝負いたせ。我こそは伊達照宗なり。相馬よ、怖くて出てこられぬか、バカめ。照宗がすぐそこまで迫っておるじゃと。わし自ら討ち取ってくれようぞ。照宗を目の前にして黙っておれようか。この手で討ち取ってくれるわ。カイドウ、なんか笑くさくねえか。まあ、止める義理もねえわ。敵はあらかた撃ったが、まだ城内に将がおるようじゃな。おそらく黒幕様がいらっしゃるの。ご挨拶に参りましょう、正宗です。バカめ、これが格の違いよ。これはなんだか。お前が伊達政宗か。見ておれ。なんだ、思ったよりガキだな。黙れバカめ、貴様はそのガキに撃たれるのよ。しかも世間知らずとしたもんだ。お兄さんがきついお仕置きしてやるぞ。剣をつかむ。尋常に勝負いたせ。いささかやりすぎてしまいました。バカめ、天を行く竜を阻めるものか。バカめ、これが格の違いよ。金山城を奪還したぞ。我らの勝利じゃ。この初陣がまぐれと言われぬよう共に励んでまいりましょう、政宗様。こたびの戦は見事であった。だがあまり調子に乗らぬことだ。心得ております、宗時様。古い方々の役割を奪おうなどと妄想考えておりません。その物言いがすかんのだ。だいたい貴様の眼鏡も気に食わん。うちは揉めはやめい。戦勝の喜びが失せてしまうわ。みなようやってくれた。おかげでわしは初陣に勝てた。中でも小十郎、貴様の働きは軍中随一であった。お褒めに預かり、恐悦至極に存じます。わしはこれより奥州を、いや天下を制す。それには貴様の知恵が必要じゃ。貴様はわしの右目を奪った。それゆえ死ぬまでわしのために働いてもらうぞ。はそう、私は政宗様の右目を奪った男。この罪は一生消えない。いくら政宗様や家中に疎んじられようと、ただ伊達家のために働くのみでございます。
政宗は小十郎の支えもあり、父照宗の前で見事初陣を飾った。この働きに安堵した照宗は間もなく隠居。政宗は伊達家第17代当主となる。だが前途洋々に見えた伊達家に暗雲が漂う。伊達家に降伏した二本松義継が隙をつき照宗を捕縛。二本松領に連れ去られようとした照宗を政宗は義継と共に撃ってしまったのである。父を撃ち殺してしまった罪、彼はその悲しみを内に抱えて奥州制覇に突き進んだ。小十郎もまた主の目を奪った罪を抱えながら懸命に政宗に尽くし戦い抜いた。その結果伊達家は奥州第一の勢力となる。悲願の奥州制覇は目前にまで迫っていた。主従の将郡山合戦。貴様は相馬を操っておった男、わしに首を差し出しに来たか。それはできないね。天下の色男が死んじまったら世の女性が悲しむ。俺は天下人豊臣秀吉の使者としてやってきた。戦は終わりだ、伊達政宗。この書状を読んでよく考えるんだな。私的な領土紛争を禁じ、違反した者は厳罰に処すか。小十郎、どう思う？秀吉様にはこうお伝えいただきましょう。今より戦う者どもは秀吉様に背く逆賊、これを討伐するは死闘にあらずと。お前そんな理屈が通用すっかよ。故に秀吉様に近き孫一様にこの戦の立ち会い人になっていただきたいのです。あ、俺に一緒に戦えってか。ご心配なく、伊達の勝利は揺るぎないかと。孫一様に危険が及ぶことはございません。そういう意味じゃねえ。いいか、秀吉の物量は半端ねえ。奴が本気出しゃ奥州なんて人のみ。ご案じ召さるな、天下の色男殿。いや、天下人の名代殿。秀吉殿に立てつく逆賊はこの政宗が一瞬で平らげるゆえ。ち、覚えてろよお前ら。地の小十郎参ります。